8月の韓流ドラマ。チャンヒョク、ハンジェソクが火花を散らす。今では実現不可能と言っても過言ではない超豪華キャストで送る大型時代劇テマン。8月10日いよいよ最終回。チャンヒョク、ハン・ソッキュ主演、韓国刺激の最高傑作、目の深い木、セジョン大王の誓い。11日火曜午後3時スタート。ジョインソン、ソジソブ、ハジウォン主演、4人の男女が織りなす愛憎劇の傑作、バリでの出来事。20日木曜最終回。21日金曜夜11時からはチャンヒョク主演、心を閉ざした医師と逆境に生きる家族の交流を描く感動作、ありがとうございますがスタート。今や大人気のカンドンウォンのドラマデビュー作、主演は個性派女優ペドゥナ。威風堂々な彼女、19日水曜最終回。20日木曜深夜0時15分からは拗ねたり笑ったり涙したり、コンユファン必見の青春ドラマ、カンパン先生とコンペイトーがスタート。土曜夜11時は1年間ずっとチャン・グンソク第5弾、ハジウォンが身分の差で苦しむ初恋相手をチャン・グンソクが熱演、ファンジに。9日日曜夜11時からはイ・ギョン、ソン・ジェリムらが出演する全10編のオムニバスドラマ、ドラマステージ2020がスタート。 DATV は毎日韓国ドラマを放送中。